この番組はクオリティオブライフの向上を目指す帝人とご覧のスポンサーの提供でお送りします。人は服を着たり脱いだりして体にいつも春を作っている。糸の中に空気を閉じ込めた夏涼しく冬暖かな新しい繊維エアロカプセルを開発。ファッションを快適にしたのはテイジンです。人間を幸せにする人間テイジン。 I believe in sunshine and I believe in you. 目には見えないけれどお母さんの骨は年々弱くなっていく。骨の量が減り骨折しやすくなる病気骨粗しょう症の問題にトータルに取り組むテイジンです。人間を幸せにする人間テイジン。クジライにとって初めての全米選手権、世界チャンピオンクジライは国境を越えてライフセーバーたちのアイドルである。ビーチフラッグス予選、男子の参加人数はおよそ200人。これだけの人数で決勝まで行くには早くても3時間はかかる。世界チャンピオンクジライは予選シード、しばらく待つことになる。予選が進む中、会場の脇でクジライは一人静かにスタート練習を繰り返していた。表情が硬い。これは緊張感からだけではなかった。掛け声もインターナショナルはいきなりヘッドダウンで顎をつけてゴーなんですけど、アメリカルールは手をこうやってやってヘッズアップ、ヘッドダウン、ゴー、ちょっと若干違う。ヘッズアップ、ヘッドダウン。どうしても最初の掛け声で頭を下げてしまう。決勝まであとわずか、時間がない。さらに雨降るとレース展開が変わる。そうですね、砂浜が硬くなるから陸上選手的にスピードのあるやつがやはり速くなる。僕はどちらかというとこう柔らかい砂でパワーで持っていくタイプだからそっちの方がいいんですよね、うん、しかしクジライの思いとは裏腹にシカゴは数日前から雨続き、どうにも砂が硬い。そして雨が降り始めてきた。雨足は強くなる一方、試合の進行も大幅に遅れていた。午後5時、これ以上の競技続行は不可能。その夜クジライはいつものように勝利への儀式を行った。これまで優勝した時の記念のフラッグを抱いて寝るのである。願掛けていつもこう抱きしめて寝るんですよ、こうやってこういう感じで、ね、でもいつもあれですよ、どこ行ったか分かんなくなる寝てないないない。8月8日シカゴは久しぶりの青空。競技開始直前までクジライは幾度となくスタートチェックを繰り返す。そして正午、決勝トーナメントが始まった。待っていた太陽が王者の体に照りつける。決勝トーナメント出場者は14名、13回走り抜くことができれば優勝である。Okay, remember, he didn't explain how we're going to do it. Gentlemen, listen up. Heads up, heads down.
出だしは好調のように見えた。しかし、クジライの納得いく走りではなかった。体のキレが悪い。スタートにも馴染みきれない。それでも順調にレースを勝ち進んでいくのはやはり王者の貫禄か。そして6本のフラッグス、残り7人となった8回目。Now the hands of the starter. Heads up, heads down.難なく通過した。がクジライが腰を押さえ、思わぬアクシデントが。役者が好きだからとことんこだわっていたい。だから僕はまっすぐしなやかに生きていく。幸せに頑固です。不国青年。郵便局のチルドユーパック届いた。おお、新鮮なものがいっぱいだね。チルドだと新鮮なんだ ね。郵便局のチルドユーパックなのである。その後、郵便局のチルドユーパックっていいね。おおむね0から5度をキープってのがいいね。早く次のが届くといいね。くどいようだが郵便局のチルドユーパックなのである。この虹は明日見る虹じゃない。だから覚えておきたい。光磁気ディスコをはじめ最先端を行く情報記録メディアに素材を提供。記憶を記録にするテイジンです。人間を幸せにする人間テイジン。